はい、どうぞ、お待ちしてました。こんにちは、鈴さん、よろしくお願いします。入っても大丈夫ですか？はい、あ、もちろんです、どうぞどうぞ。失礼します。すごいいい部屋ですよね。これがスイートルームですね。これが一番上じゃなくてもっと上があるっていう話ですからね。そうなんです、そうです。どうぞどうぞ。僕の船じゃないんですけど。すいません、お忙しいところ。いや、とんでもないです。こちらこそ。そして本日はご乗船いただき誠にありがとうございます。いや、本当に素晴らしい船に、はい、ありがとうございます。はい、サンフラワーダイアリーとのコラボも誠にありがとうございます。いや、これからも何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今あれですね、スーさんの方でも動画撮っていただいて。はい、もうたくさんやらせていただいているところです。どうですか、ちょっと。いろいろあるんですけど、うん、まず音が全然しなくて、振動もしないですよね。なるほど。船っていうとどうしても出航するとブブブブブとか聞こえてくるもんですけど、はい、何もなくて、うん、これがこれからの時代の船かって感じです。ご堪能いただいてる、はい、つい長くなっちゃうね、このぐらい。すずさん、ひげが結構生えてる。あ、そうなんですよ。そう、実はね、さっきちょっとこの前に打ち合わせがあったんですけど、僕ひげ生えてるんですけど大丈夫ですか？いや、話をしたんですが、もうこのままいっちゃいます。はい、すいません、はい、お願いします。早速なんですけど、サンフラワーダイアリー側としてちょっとやりたいことがありましてですね、はい、こちらちょっと見ていただいてもいいですか？これですね。スーツさんのために徹夜で作ってまいりました。うわー、すいません。はい、スーツさんに聞く10の質問ということで、はい、10個質問を用意させていただきました。スーツさん、100万人登録おめでとうございます。 ありがとうございます。すいません、そんなところ見ていただいて。おめでとうございます。あ、これ YouTube 登録者数101万人にしていただいてですね。そうです。あ、最新バージョンですね。最新バージョン、そう、数日前になったんです。 ありがとうございます。なので、先ほどお伝えした通り、はい、徹夜でやってます。なるほど。じゃあ、僕最初にですね、どれにしようかなと思ってますけど、まずサンフラワーの3でいきたいと思います。これ、お、これ、これですね。取りやすいですね。はい、一番答えていただきたいやつめくっていただきました。そうですね、やっぱサンフラワーの3ですからね。あ、ありがとうございます。ちょっと読んでいただいていいですか？はい、サンフラワー紅の印象、これどうですか？ちょっとさっきもご質問しましたけど、揺れないっていう話でしたね。いい意味で威圧感というかインパクト、さっき難航で最初にアイボリーがいなくなっていくじゃないですか。で、その後クレナイが入ってくると、なんだこのデカさはってなりますよね。バーンっていう感じですね。結構こうパワフルな、まあ、大きいです、はい、40m 長いっていうことで。そうですね、長いですよね。で、これがぐるっと回転してるところがもう見事でしたね。結構あれですよね、現行船もいろいろ乗っていただいてるって感じですね、サンフラワー。いろいろもう楽しませていただいたんですけども、その中でもひときわインパクトのあるものがですね、拝見できまして、外見だけでも違うなと思ったところです。いろんな交通手段使って旅されてるスーツさんにとっても結構ご評価いただけそうな。いや、そうですね、素晴らしいです。まず紅っていう名前を、ね、こう受け継いできてるのがいいですね。ありがとうございます。じゃあ1つ目完了しました、はい、次何番いきましょう。じゃ ちょっとねずれてるんですけど、まだ見てないですかね。サンフラワーのフでいきましょうね。ふ、はい、2、仲良し YouTuber は、ありがとうございます、はい、僕の中でまあいろいろねいらっしゃるんですけども、まあ1番は綿貫わたるさん、はいはい、ぜひサンフラワーダイアリーでもコラボしてみても、ね、面白いんじゃないかなと思うんですけどね。僕実はまだ乗ったことないんですが、例えば商船三井フェリーさんのサンフラワー大雪の深夜便とかも、まあ、他にもいろいろ乗られてますので、綿貫さんとももともと親しくさせていただいてますし、僕がね YouTuber やり始めたのが今からもう年でいうと6年前なんですけど、すごいお金なかった頃に綿貫さんも視聴者で僕のことをいろいろ助けに来てくださったりとかしたんですね。で、その当時からのですね恩を感じているところです。今 もう頻繁に会ったりされてるんです。お互いやっぱ撮影とかあるんで頻繁にじゃないんですけど、でも結構連絡とかはしますね。はい、ありがとうございます。3つ目いきますか。はい、これ本当にスーさん、どんな質問あるか分かんないですか？いや本当に分かんないです。これちょっとこれずれちゃってるんですけど見てないですからね。じゃあちょっとこれずれちゃってるのは取っていいですか？10番サンフラワーのラっていうのはないですからね。じゃあラはないですね、はい、じゃあ10番でいきましょう。今後の目標、はい、ありがとうございます。101万登録達成して、さあスーさんはどんな目標を掲げられてるんだ？2022年にですね、結構船に力を入れてちょっとやってきたところだったんですね。サンフラワーさんも実はまだまだ乗ったけど動画出してないものとかもですねたくさんありまして、まあこれ順次出させていただくんですけれども、これから引き続き船の勉強とかして、なんか例えばそのさっき通過した明石海峡はなんか実は速力制限がないらしいとかですね、ここの海図はこうなっててとか、そういう勉強して船旅の面白さどんどん伝えられるようになっていきたいなと思ってます。じゃあ今後は船の旅に注力されていく感じですか？そうなんです。これなんでかっていうと、やっぱりなんか身の回りでフェリーで旅行したいなみたいに言う人が増え始めたんですよ。フェリー最近ブームなんじゃないかなと僕勝手に思ってるんですけど、紅できたじゃないですか。これまたねブーム広がりますよ。そんなできたのみたいになりますからね。じゃあサンフラワーダイアリーもスーさんみたいに100万登録目指せる？そうです。いや本当再生数どんどん増えますからね。スーさんのお力を借りて
したいです、ね、いや僕もあのサンフラワーさんのお力をお借りしてるところなんで今回のコラボありがとうございます。いえこちらこそありがとうございます。4つ目、はい、お願いします。じゃあサンフラワーの和がこれ8がちょっと近いですかね、はい、サンフラワーの和でいきましょう。はい、はい、日本のおすすめスポット、はい、もう各所行かれたスーツさんどこをおすすめされるんだろうっていうのちょっと気になってです、ね、これはですね、あ放送かけないしどうします、あちょっと聞いてみましょう。聞いてみましょうね。あまだやってるんですね、レストラン。ちなみにスーツさんレストランに行かれました、ね、レストランさっき行きました。前より大きくなりましたからね、あのすごい人がいっぱい入れるようになって、今日でもまあまあさばけてる感じだったんで多分いいんじゃないかなと思いますね。今日も満席なので、僕は全然あの最後の方に行ったんですけど、並ばずに普通に食べられましたし、当たり前なんですけど味が超いいですよね。自信ある。地上でも営業してるやんようになと思います、ね、あれが2000円らしいんです。そうそう2000円なんですよ。頑張ってますね。しかもレストランがまたね、和のテイストで統一感があって、内装全般的にバーンと良くなりましたね。ありがとうございます。ご質問答えていただいて、いえちょうどよかったですねでははい、その間にねちょっと考えさせていただきました。日本のおすすめスポットなんですけども、はい、いやあれまた大切だね。そうあれですね、タオルのところにはダンガンフェリーって書いてるやつ有名ですよ、昔ながらたまに温泉とかに行くとダンガンフェリーって書いた温泉使ってる人います別府とかで。それこそこれあの大阪から別府港に行くので、そうですね、大分の温泉に入られて、はい、それでですね、私があのおすすめしたい日本のスポットなんですけど、これは言わされてるわけじゃないんですけど、別府温泉は素晴らしい場所ですよね。なるほどなるほど。いやこれはね、あのここで言ってたらお前言わされてるだろうとかなんかなりそうなんですけれども、これはねあの昔から僕動画で言ってたことなんですが、山は富士、海は瀬戸内、ちょっと間が空きますよねこれ多分もう一回ね、あのピンポンポンポンが鳴ったら終わると思うんですよすっごいいいこと言ってたんですけど今。そうそう、これでね多分ピンポンポンポンって言うんじゃないですかね。わもう一回テイク2みたいな感じでいきましょう、まあ、テイク2か分かんないですけど、はい、山は富士、海は瀬戸内、湯は別府っていうふうにこう言いますけども、富士山はねあのサンフラワーは見られないんですが、瀬戸内海をこう通り抜けて着いた別府温泉が湯量がすごいですよね。温泉の海の上に浮かぶ島みたいだっていうふうにあの亀の井バスのねアナウンスしても聞くんですけれども、どこからでもこう湯気が出てきて、あんな景色ないですよね他の場所で。もちろんそのすごい温泉地とかに行けばそのあるんですけど、別府は駅前通りとかからお湯がこう湧いてたりとかしますし、温泉なんかもうどこにでもあるみたいな感じで、値段も安いし、あの値段も安いっていうぐらい温泉が普通の場所があるんだなっていうのが面白いですね。お湯の種類もすごいいっぱいありますしね。詳しいですね。いやいやいや、別府温泉、中学生の時に初めて九州行った時も、鹿児島から小倉行く時にわざわざ、あの、別府の方を寄りたいんで、日豊線周りで行きました。ちょっと説明がマニアックかもしれないですけど、わかる方はわかると思います。新幹線ないめっちゃ時間かかるんですよね。普通はこっちから新幹線こうビューって行くんですよね。めちゃめちゃマニアックなルート。あ、そうですそうです。で、それは鉄道が好きだからっていうよりも、別府温泉に寄りたくて、そっちを通ったんですよ。じゃあまさにこの航路の手付けの。いや、ほんとそうですね。しかもなんか別府なんて、別府航路がずっと通ってたから、お客さんがどんどん増えたっていうようなところもあるところですから、いい機会に乗ってるなと思うんですけど、僕動画でね、温泉地だったら、東日本は草津温泉がいいかなと思うんですね、はい。西日本の温泉地って言ったら、断然別府ですよね。こんな素晴らしいところないですよ。お湯の種類も量も多くて、温泉地としての歴史がありますからね。地獄巡りでも何でもやることもいくらでもあるんで、ちょっと話が長くなっちゃいますね。こんぐらいにします。いやいや、やっぱさすがお詳しいです。あ、そうですか。はい。事前にね、あの、お打ち合わせというか、あの、雑談もさせてもらった時に、サンフラワークライがどういう状態になっているのかって、ご質問がすごい飛んできてたじゃないですか。ああ、そうでしたね。させていただきました。勉強の仕事がどうも好きなんだなっていう。ありがとうございます。ちなみにこの今回の予定というか、僕はですね、その後はちょっとあんまり関係ないんですけど、はいはい、そのまんますぐ福岡行きの特急に乗って、はい、釜山行きのフェリーに乗ってあの韓国に行く予定です。いやそうなんですよ実はあのたまたま韓国に行く用事がありまして、はい、ちょうどこれで行ってそのまんま乗り継ぐと12時発かな、ギリギリあの間に合うみたいなんですよね。それであの釜山に行った後はあのさらにあの新幹線に乗ってソウルまで行く予定です。明日中にですね。それまたお仕事でって感じですか。あ、そうです。まああの韓国をこう撮影してって感じなんですけど。どんなとこ行かれてますね。本当に。いや今回は特にこれで行くとちょうどいいじゃないかと思って。なるほどなるほど。はい、行きました。ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。じゃあ5個目行きましょうか。じゃあバランスを考えて、はい、この辺行ってきますね。あとは。ありがとうございます。はい。後まで考えて。5。お。今一番行きたい場所。おすすめする場所は別府。はいはいはい。で一番今ここ行けるって行きたい。そんな場所ってあるのかな。
そうですね、僕だったらサンフランシスコとかシアトルとかですね、そこに客船で行くっていうのをやってみたいなと思ってるんですよね。客船で、はい、バンクーバーとかでもいいかもしれないんですけど、太平洋横断航路とかですね、大西洋横断とか、そういうそれこそ商船三井さんの船とか、そういう日本の船で行ければそれに越したことはないと思ってるんですけど、やっぱ船の勉強とかしてくると内航船もあれば外航船もあるので、そういう外航船とかも使って、例えばこう横浜とかですね、神戸とかから出航して、あの昔の船の旅をこう辿るような感じで長距離の旅なんていうのをしてみたいなと思っております。なんかもうそろそろあのクルーズ船で受け入れとかもやり始めて、太平洋横断とかもやるみたいなんで、はい、僕もこうそれでシンガポール行ったりとか、マラッカ海峡を通ったりとかですね、太平洋横断とかそういう感じのことをやりたいなって思ってるんです。じゃあ今後スーさんのチャンネルでもまたそういった海外の動画がより見られるようになるか。そうですね、もうそろそろなんかやっていきたいなと思ってるんですけど、その時はぜひ僕が撮影班を連れて行っていただきます。ありがとうございます。ちなみにサンフラワーダイアリーさんって商船三井さんの外航船をこう取材したりとかしないですか？例えばコンテナ船に乗ってなんかサウサンプトンまでずっと行くとか、はい、一応それこそ今日ご挨拶させてもらった方が、まあ商船三井さんのご担当者様になるんですけど、はい、この方とは結構計画をしてたり。あ、やっぱそうなんですね、はい。じゃあ、あのぜひなんか先にやっていただいて僕も参考にしようかなぜひぜひ一緒に、はい、そこまたコラボという形でそこも一緒にもいいですね。一緒に、はい、あ、それは心強い。ぜひまたあの太平洋横断でも、ね、ヨーロッパ航路でも行きましょう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どんどん行きましょう。それは長すぎでしょ、はい6番、あ、自慢話ください。はい、わ、はい、かりました。僕としては、そのサンフラワー紅の一番の船のこれスイートルームに乗ったんですよ。これ自慢話になると思うんですよ。確かに。そう。それでもいいんじゃないかって気がするんですけど、まあ今これ我々3名の中で、それ自慢話してもしょうがないんで、もうみんな乗ってますから。他にはですね、もう引退してしまったんですけど、パシフィックビーナスにですね、この間、あの、神戸港から乗ってたんですね。で、あの、ずっと船の現在地がわかる、あの、ウェブサイトの AIS をこうずっとこう確認しててですね、そしたら、下関にいたサンフラワー紅、まだトライアル試行を始めてあの2日目ぐらいの時にやってたんですけど、はい、ちょうどなんかパシフィックビーナスで関門海峡の方にしたら、ちょうど乗船中のこの本船がですね、ちょうどこっちに向かってきてたんですよ。そうなんですよ。で、これもしかしてこれ見られるんじゃないかなと思って、ずっとこうそわ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 しながらこれ見てたんですけど、そしたらちょうど伊予灘のあたりで、ちょっと遠かったですけど、すごい大きいなって分かるぐらいにサンフラワー紅見られましたね。はい。それだから一本も披露目してない紅ってことですよね。あ、そうです。特に何も発表もしてなかったんですけど、燃料とかのなんか確認をね、はい、されてたんでしょうね。っていうのを僕らのも見てないですよあ、じゃあ自慢になりますね。はい、ありがとうございます。ちょっと残り4つ行っちゃっていいですか？いや、これ行っちゃった方がいいですね。いいです。ごめんなさい。いや、行きましょう、行きましょう。4番行きますか。はい。フェリー旅に求めることは、ね、これだけはやっぱり聞きたいっていう、ちょっと、いろいろ圧力がありまして。ああ、なるほど、なるほど。はい、ごめんなさい。圧力っていうのはすごく。我々のですね、あの YouTube でフェリーの動画ってめっちゃ伸びるんですね、再生数が。まあもちろん頑張って作ってるってもあるんですけど、皆さんのやっぱそのフェリー会社さん各社のおかげですごい数字になっているんですが、素晴らしいものを紹介してると動画再生数が増えたりするんですけど、再生数が増えるのはですね、やっぱ非日常感がある内装だとみんな興味持つみたいですね。非日常感、はい、あ、非日常感、あ、そうです、そうです。なるほどなるほど。非日常感、はい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 。例えばそのまあ和の内装なんか特にそうかなと思うんですけど、僕もこれまでですね、あの和室をいろいろこう乗って紹介するということをしてきたんですが、それはなんか300万再生とかなんか400-500万とかなんかいったやつも確かねあったかと思う。サンフラワー札幌に乗船した時に300万ぐらいいったんじゃないですかね。その動画がチャンネルにあるんで、あ、ありますあります。ちょっとじゃあこの辺に、あははははありがとうございます、はい、サムネイルとかもなんかすごい快適そうで、かつこれが船なのみたいな感じになるんですよね、はい、でその意外性みたいな、何これっていうその驚きみたいなのが YouTube のご覧の皆さんは興味あるみたいです。なるほどなるほど、はい、単純な快適さとかもそうなんですけど、やっぱ驚きとか非日常とかがあるといいな。まさにそうですよね。結局便利さだけを考えたら、やっぱり飛行機の空の旅の方がやっぱり便利って思われがちだったりするじゃないですか。まあ早いですからね。早いっていうところですよね。それに比べて、まあ、1泊2日という長い時間をかけてのフェリー旅だからこそっていう感じ、うん、そうですね。あと、あの安心感がやっぱりあるといいかなっていう気もしますね。安心感、例えば揺れにくいとか、うん、特に瀬戸内海なんかそうだと思うんですけど、天気を見てあのよほど悪い日でなければあんまり揺れないじゃないですか。確かに、はい、これでなんか酔うような揺れを経験したこと僕は瀬戸内海では全くないんですけど、そういう風なところはぜひなんか押していくといいんじゃないかなっていう気がしますね。全面に押していく偉そうにすいませんありがとうございます。じゃあ9番行きましょう、はい、100万人登録のためには何を、はい、これさっきちょっと言ったんですけど、はい、サンフラワーダイアリーも、うん、やっぱスーツさんのところまで行きたいな。なるほどなるほど。やっぱ野望はね持ってるんですよね、うん、さっきもちょっと出ましたけど、非日常感をやっぱり動画でってのもあるかもしれないですけど、100万
っていうのは結構やっぱ大きな壁だなと思ってるんですよね。なるほど。鈴木さんなりにこう100万人登録のためにこんなことをしてきたようなのか、こういうことをサムラダイヤルした方がいいんじゃないみたいなのがあると、ちょっとなるほど、はい、教えていただきたい。すっごい真面目に考えると、我々って自分なんか行きたいところに行けばいいんですけど、サンフラワーダイアリーさんはフェリーサンフラワーさんとか商船三井さん系列を紹介することになるじゃないですか。だから普通にやってるだけだとどうしても難しいと思うんですね。ネタの範囲がすごい限られてくるので。ただ商船三井さんは世界に航路を持っているので、貨物船とかでも全然いいと思うんですけど、外国語とかを導入して海外の方に商船三井グループ、あの MOL を知っていただくっていう風な方向もいいんじゃないかなと思うんですよね。とか日本のフェリーも海外にはないような、このまさにこの船なんかそうだと思うんですけど、やっぱ海外の方にも興味持ってもらえるものが今のフェリーサンフラワーとか商船三井フェリーとかにもですね、もうすでに揃ってるのかなということも思いまして、海外の方に興味を持っていただくってすごいありかな。確かにもう世界へ、うん、世界に広げようと、視聴者の幅を。そうです、そうです。しかもなんか実際本当に YouTube でなんか1000万回とか、あのサンフラワーを取り上げてる英語の動画で多分言ってるやつあったんじゃないですかね。ちょっと確認しないと言いますがあれなんですけど、スイスさんも字幕翻訳とかしてたし。いや僕はねあんまりやってないんですよ。国内ちょっとまだまだあのやっていかないとちょっと自信ないなっていう、まあいろいろあるんですけど、まあ、そうですよね。スイスさんそのいろんなところに行けるからっていうのがありますよね。あ、そうなんです、そうなんです。サンフラワーはまあその一応限られたところですよね。じゃあそれ早速まあ僕ら撮影計画してやっていきますので、まあフィードバックいただけたら。いや、すいません、はい、あと登録されなくてもバズればいいんじゃないですか。確かに、はい。それでね、あのみんな、うお、なんかこんな MOL is wonderful みたいになったらいいじゃないですか。おかげさまで、まあ、動画によってはですけれども50万再生とか数字すごいですからね、はい、そうなんですよ。この数字さんのやつで100万再生はいくんじゃないかな。行かなかったらあの視聴者の皆さんが何回も何回もあの画面 F5 キーとかをしてでも F5 キーをしても再生数増えないですね。あの普通に期間がね、そうなんですよ。ちゃんと見ていただければ大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ先生、2つに、はい、あもう2つですか。意外に少ないですね。 YouTube きっかけ、これは僕がなんで YouTube をやってるかってことですね。そうなんです。これはですね、はい、僕はもうお金がなくて旅行行きたいんですけどお金ないし、将来のことも、まあ、大学1年の時だったんですけどもう不安だし、趣味でお金稼げるようなことできないかなとかいうのを考えまして、それで YouTube のアフィリエイト収入をですね、はい、目当てにあのやり始めたというのが発祥です。本当のきっかけはそこだった。そうなんですよ。最初からまあ今に至るまでその動機はあんま変わってないんですけどまだ今もそうなんですね。そうなんですね。まあとはいえ当時と今とで違ったこととしては、やっぱりあの自分をただ映すだけだとそんなすごい登録者数とか再生数にはならなかったかなと自分では思ってまして、それはやっぱりその素晴らしいものを紹介するというその機会をいただいたおかげで相乗効果というふうによく言えばなるかもしれないですけど、数字も獲得できたなと思ってますので、やっぱり自分が YouTube の収益を得るからには皆さんにそのサンフラワーとかですね、あのまあいろんな紹介するものの素晴らしさを伝えて実際にみんなに乗りに行ってもらいたいなっても思いますね。車積み込んでもらったりとか、はい、ということであの持ちつ持たれつの関係ができたらと思いますし。なるほど、はい、そのことですよね。今日もちょっと拝見しましたけど、やっぱりスーさんいろんな方からなんか結構今日は多いですね。ちっちゃなお子さんからお写真撮って、よくご存知で、そう、はい、そういう方もねいらっしゃるんですよね。スーさんを見て乗り物に興味持ちました、旅が好きになりました、うん、すごい多いと思う。そう、いや結構ねいらっしゃるみたいなんで心強いですね。ではラストですね。スーさんありがとうございました。ここまで来ていえとんでもないです。話していただいて、最後いろいろスーさんが本当にご自身で選んで最後の7番、はい、そうですね、これが最後の1個ですね。はい、はい、いきます。年収いくらですか。まさかこれが最後に来るとは思いませんでした。なんかそう、あの最初から失礼なことを聞くかもしれないですけど、いいですかみたいなこと言われてたら全然 OK ですよみたいな話はさせていただいてたんですが、年収はですねすごいあのそのまま事実をそっくりお伝えする、あれいくらだったかな、ごめんなさい、確かにいくらだったと思うんですね。さらっと言うんですね。あ、いえ全然多分編集では P 入ってると思いますけど。あ、わかりました。あのいやっていうのはやっぱ自分の給料を自分で決められるので自分で会社してるから、あのもっと増やそうと思えば多分増やせるのかなっていう感じですね。会社でやられてるっていうことあ、そうなんです、そうなんです。だから、あの、あ、ごめんなさい、またピー音が必要になっちゃいますね。すみません。まあ、金額も、あんま時間はないんですけどね。自分としては、まあ、できたら乗りたいなと思った時に、サンフラワーのプライベートシングルぐらいですね、乗れるようになっておいたら、まあ、十分かなって自分では思うんですけど。乗るでしょ、絶対。まあまあ、そうなんです。まあ、今ね、おかげさまで、あの、こういう素晴らしい公共交通機関の皆さんのおかげで乗れるようになってるんですけども、
今後もそのぐらいを目標にまずは頑張りたいなというところですね。YouTube を始めたきっかけがまさに今年収にもつながってますし、そして視聴者の方々にもメリットある動画を上げ続けられる。そうですね、今回ちょっとサンフラワーさんのなんかよいしょみたいなことを発言するシーンがところどころにあったかもしれないんですけど、本当自分がなんかいいと思わなかったものとかはあんま紹介しないようにしてるんですよ。これはダメですみたいな、これはひどいサービスですねとか言うのはご迷惑がかかるんで、それはあんま言わないんですけど、これちょっと紹介できないなみたいな中にはあるんですよ。だから動画で出させていただいているものは基本的に本当にいいと思っていいと言っておりますので、実際皆さんも素晴らしい船だと思いますよね。いや思います、思います。いやですよね、はい、僕らもいろんな航路のいろんなフェリー乗船させていただきましたけど、ね、それぞれにやっぱりいろんな特徴があって、ここに来て日本の LNG ね、くれないのか、そうそうそう、そこにご乗船いただけるいや、ありがとうございます。ちょっとこれ動画切る前に触れておきたいなと思ってたんですけど、この撮影の機材がスマートフォンなんですけど、自撮り棒みたいななんか見るからに不安定そうなやつでテーブルの上に置かれてるんですよ。で普通の船だったらなんかガガ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 とか言って床に落ちたりとかするんじゃないかなと思ったんですけど、なんかちょっとわずかに震えてるぐらいですね、はい、安定感がすごいんですよ。棒も長いのにも関わらず、そうそうそう、だから全然平気なんですごいなっていうのをずっと見てて、どっかでこれ言わなきゃいけないなと思ってたんですこの、ね、安定性が、そう、撮影の仕方バカにされるんじゃないかと、フェリーの、はい、性能の話、そう、性能の話でございます、はい、すいません、ご質問いろいろ答えていただいて、いえ、とんでもないです。なんかもういくらでもやらせていただきたいぐらい、なんか僕から逆質問するコーナーとか今度あってもいいかもしれないぜひ、ね、いいだろう、ぜひやらせてくださいお願いします。こちらこそお願いします。ございました。皆さんいかがでしたでしょうか。私のチャンネルの方でも今回のコラボ動画を投稿させていただいてますので、ぜひご覧ください。そしてチャンネル登録も多くて困ることはないですからね、よろしくお願いします。さようなら。